瀬名と信康が各地に密書を送り、武田方をはじめ多くの者が築山を訪ねていることを知った家康。これが信長に伝われば、命より大事な妻子を失うことになる。苦悶の末、家康は数正らと共に築山へと踏み込む。だが瀬名は、家康が来るのを待ち構えていた。瀬名は、内々に進めていた途方もない計画を明かし。Sがなんとサブチャンネルを開設。一つはゲームチャンネル、Tフットボールプレイ動画をアップします。もう一つは Vlog チャンネル、車椅子で行った先々の旅の記録をお楽しみください。詳しくはこの動画の概要欄から。チャンネル登録してね。